はい、コーヒータイム。この間ね、先週届いたこのコーヒージーニーがね、もう1週間ぐらい放置したんで、ちょっとそれとね、冷凍で保存してたやつの香りを嗅いでね、ちょっとこの保存状態がどうなのか試してみたいと思います。これでね、保存できて香りがね全然変わらないんだったら、もう楽でいいですよね。じゃあちょっと開けてみて。これで開きます。悪くないような気がするな。そんなに劣化したような感じの香りはしないけど、ちょっとこれがね、こっちが冷凍してたやつね。冷凍して保存してたやつ。で、一応ね、状態を同じにしたかったんで、解凍してからね、少し、解凍っていうかね、冷凍庫から出して、少し常温に戻してあります。ちょっとまだ温度は低いかな。ちょっと特別ゲストのうちの奥さんに匂い嗅いでみてもらって、ちょ、嗅いでみてくれない？どっちが？こっちの方がなんか甘い気がするけど。ちょっと酸化しちゃってる感じはするよね、それでもね、やっぱりこっちの方がね、まだなんかまろやかさが、まろやっていうか、あるかな。そうなんだよね、ちょっとね、今嗅いだ感じだと、こっち冷凍のやつなんだけど、あ、やっぱそう、冷凍のやつの方がやっぱり、酸化抑えられるかなって感じはする。こっちちょっとね、はい、っていうか、そのよく酸化した時のコーヒーの独特な香りが出てきちゃうなっていう感じがしますね。って考えるとちょっといまいちなのかもしれない。コーヒージニー、こっちジニーでやってたやつなんだけど、まあ、完全に、ね、中の空気が抜けるってわけじゃないから、ただこれで、これ生豆をね、そのまんまやってるのよ、この中に、豆をね、こうむき出しのまんま入れちゃってんの、だこうじゃなくて、もしかしたらこれに入れた後に、これ入れたまんまここになんかズポッと入れちゃってやった方がいいのかもしれない。そのまま置いとくのと何か変わんのかね、周りの空気が少ない。これもさ、あれじゃん、ダッサン素材ついてんじゃん。ダッサン素材はこれついてないよ。で、これは空気抜きのあんのだっけ。まあもうちょい検証、まあ一番いいのはもうこれをこのまま冷凍庫に入れるっていうね。冷凍しちゃいい。いや違う、そうすると冷凍の保存の効果と、あとなんていうの、酸素を抜く効果のダブル効果で効果がアップするかもしれない。まあでもね、信用性がっていうか、もう理科の実験とかで使う、まあ、20万とかするような真空で、もっと真空ポンプでものすごく限りなく空気を抜ければまた変わるんだけど、言っても気圧がさ、どのくらい下がるのかっていうのも書いてなかったし、真空としか書いてなかったから、空気ゼロじゃないのよ。まあそりゃそうでしょ。だからどうしてもそうなっちゃうよねっていう。二酸化炭素とか窒素とかアルゴンとか入れてからこれやるといいのかもしれないけど、じゃあそれ別に酸素抜く必要ねえんじゃないって
ていうね。アルゴン入れたんだったら別に、そもそも知らないね。そうなんだよね。ブランケットだから、そう。関係ねえな。そう、そういうことだ。だからそういうことでした。そういうことだね。いまいちでした。クッキーの復元はね、うん、そうなんですよ。残念。まあしょうがない。面白いグッズだけど、こんな感じですね。まあこっち側から使うかな。こっちは一回戻して、冷凍庫の中に。うん。明らかにこっちの方が香りがいいしね。うん、これで、あの、袋から、こういう風に嗅ぐのと、こういう風に嗅ぐの。明らかにこっちの方が香りがいい。ちょっと香りが減ってるのプラス、その、この油分がね、酸化してるような感じ。コーヒーの油分が酸化しちゃってるような感じの香りがするから、うん、ちょっと微妙でしたね。それ考えるとなんか超高いさ、うん、ワイン用の空気抜くマシーンも怪しいね。まあそうだろうね。うん、正直効果はあんまり期待できないんじゃない？うん、だ単純に、その、よく冷やすか、うん、それか、まあ、ふかせガス入れるか、だよね。うん、そっちの方が効果高そう。アルゴン入れた方がいいんだろうなって感じ。そうだね。うん、まあいい勉強になりましたよ。またこれはなんかさ、そのコーヒー以外のものに入れて、うん、まあスパイスとか、まあ普通にこういうところに置いちゃってるようなやつとかをしまうのに使ったりとかもできるかなと思うんで、そういう用途で使おうかな。うん。プロテイン。うん、プロテイン。プロテインを入れとく。っていう感じでした。まあ、普通にコーヒー入れよう。はい、気を取り直して、コーヒータイム。酸化したコーヒーをね。まあ、酸化って言ってもすごい酸化したわけじゃなくて、まあ、微酸化ぐらい、やつをね、入れていきます。泡立ちもね、ちょっと弱いね。うん、まあ、東京ロースト自体がローストが濃いからそこまで泡立ちはしないとは思うんだけど、少し弱いような気がする。もしかしたら真空で保存すると、そうするとガスを吸い出すわけじゃないですか、外にね、空気をね抜くから。で、中のガス圧力も下がるから、それで豆自体のガスっていうのも抜けやすくなる可能性はあるよねっていうね、そういう、なんていうの、推理をしてみるんですけど、どうなんだろうね。他のね、まあ、保存方法っていうのはよくわかんないから、てか、あの、冷凍ぐらいしか試したことがないからね。で、真空のね、やつってほとんど試したことないんで、わかんないんですよね。うちの奥さんは、ワインエキスパート。あ、やっぱ、なんか、酸化したっぽい香りがするな。うん。あんまりね、冷凍してるやつだと、1ヶ月ぐらい冷凍してても、全然そういう香りはあんまりしないんですけどね。やっぱダメっぽいな。そこそこの値段したんでね、まあ、もったいないなって感じはするんですけど。で、うちの奥さんね、ワインエキスパートの資格持ってて、結構ね、ワインのテイスティングとか、やるんですよ。で、まあ、鼻とかはね、かなりいい方なんで、そこら辺はね、信頼感があるんですけど、まあ、その奥さんでも、こっちとこっち比べたら、なんていうの、冷凍保存の方がいいって言ってたんで、まあ、それは間違いないんだろうなと。まあ、第三者機関がね、そう言ってるんで、間違いないんだろうなっていう感じはしますね。まあ興味があったら買ってみるっていうのはいいと思うんですけど、まあ1日2日とかね、まあ今回今回まあ約1週間そのまま放置したんですよ。全く蓋も開けずにね、1週間放置したんで、もしかしたらそのもしかしたらっていうかね、1週間とかで使い切っちゃう人、 200g とかね買ってきた分を使い切っちゃう人だったら、
あの真空容器の方が楽なのかもしれないですね。ガバッて入れて、で毎回ね冷蔵庫とかに入れるより、そのボタンでポチッと押してね真空にできるっていう方が楽かもしれないんで、まあ、人によるのかなとは思いますけどね。まあ、とはいえ、あの真空にするのと冷凍庫にポイって入れるのと何が違うんだって言われるとね、冷凍庫に入れたやつも解凍しなきゃなんないわけではないんで、冷凍したまんまね、そのまんまミルにかけてやれば全然問題ないわけで、何が変わるんだっていうところがあるんですよね。うん、ということであんまり使えなかったなって感じですね。じゃーん、昨日つけておいたねサングリアです。これから飲みたいと思います。じゃあいただきます。うん、パインの香りがすごい強いけど甘みはそんなに出てないね。でも美味しい。うん、美味しいに美味しいよ。